常在戦場緊張感を持ってですね、取り組んでまいりたい。ただまあ今回は本当にこの政治の金の問題、決してですね許すわけにはいきませんので、まあ岡山でも非常に自民党強いですけれども、まあ先ほどもいろいろ話を聞いてましたけども、国民の皆さんの県民の皆さんの不満も相当溜まってるなということを感じていますから、それを受け止められるですねしっかりとした政治を作っていきたいと思うし、また幸いにも賃上げの流れが県内でも出てきてますので、これをさらに、地方の中小企業組合もないようなですね小規模事業者にも広げていけるように、引き続き、給料が上がる経済の実現、また可処分所得が増えるように、税金や社会保険が上がらないようなですねそういう政策もしっかりと進めていきたい、ガソリン減税を含めて取り組んでいきたいと思います。はい、以上です。はい、はい、どうも。はい、はい、まあ、それぞれですね、まあ、特に1区は野党がそれぞれ立てているという状況になっています。で、まあ、我々としてもですね、まあ、いかに議席を最大化するかということでやってますので、まあ、選挙区もよく見ながら、選挙区での擁立と比例での擁立あるいは議席獲得ということを、まあ、選挙区と比例を合わせて最大化できるようにですね、努めていきたいと思います。で、まあ、野党でですね協力をするというのはですね選挙区によっては出てくると思います。ただ、まあ、ご存じの通りですね、我々まあ小さな政党なので、我々というよりむしろ野党第1党と第2党の立憲と国民維新がですね、岡山1区もそうですけども100以上の選挙区でダブってするんですね。これは今の選挙制度になって野党第1党と第2党がこれはどの選挙区で重複して立候補しているのは初めてだと思います。そうなると、このままいくとですね、やはり、足したら完全に自民党に勝てるのに結局割れてしまって自民党が勝つということにもなりかねません。そういう選挙区も出てくると思います。ですから、まあ、その選挙区調整ということもよく言えますが、まずはですね野党第1党と第2党がどうするのか、そこが方向性が見えない中で我々は小さな政党が選挙区調整を譲るだけになってしまうし、まあ、結果としてその議席も増えないということになりますので、そこはまあよくね泉代表や馬場代表ともコミュニケーションをしていきたいと、まあ、特に共に連合に応援いただいている、立憲民主党さんとはですねコミュニケーションをしっかり取っていきたいと思いますが、ただいずれにしても先ほど申し上げた通り、まあ、野党第1党の立憲としてどう考えるのか、そしてやっぱり第1党第2党がこの選挙区調整についてどう考えるのかということが見えないとですねなかなか進まないのかなというのが率直な思いです。だから、まあ、我々としては今はとにかく選挙区と比例を合わせて議席が最大化するような戦略的な擁立と活動をしっかりやっていくということにつきます。はい、はい、どうも。はい、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 これから他県の中国地区、はい、ここら辺は、はい、やはり我々としてはですね、まずはこの中国ブロックで1議席を取ると、できれば岡山に取りたいというのが我々の戦略ですけれども、当然ですね中国ブロック全体で、票を増やしていかなければいけませんので、我々としては他県、中国ブロックの他県ですね、山口県とか広島県とかそういったところでもですね擁立を模索しますので、まあ、ぜひ岡山のみならずですね、中国地方ですね、特に山口や広島などでは積極的に擁立を図っていきたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。